はい、こんにちは、上岡慎吾です。いつもありがとうございます。というところで、スーパーとかにね入っていくときに、こういう人いませんかっていうのをちょっと実践しますよ。こういう人、何アルコール消毒を手にして、俺はちゃんとやりましたよ、やりましたよアピールをなんとなくこうちょこちょこってやる人ね。まあそれはそれでいいんだけれども、常在菌を殺してしまうそのアルコールのね、毎回プッシュプッシュするっていうのを僕は推奨しませんよ。ちゃんといろいろ調べてくださいよ、奥さんの旦那さん。はい、というわけで、今度の土曜日にですね、こういう格好で僕は、あるところに向かうわけですけれども、この中に何が入っているかというと、はい、ウクレレでございます。ということで、今のところね、オーバーザレインボーと、And the voice これをね、2曲ね、ご披露しようかなと思っているって話でございます。はい、ということで、今ね、ここにずらっといろいろ並んでるじゃないですか。567になって僕のところにやってきた、健康を、司るというところの、やつでございます。まあまずはね、この大麦若葉、これ前の、メインチャンネルの時もやりましたけれども、まあコストコでこれだけのね大きいやつが金の青汁っていうところで売ってるわけですよ。今はもうちょっと寒い季節になったんで、朝起きたらお湯で割ってね、ドゥルルルタボタニカ、ボタニカルなあれじゃないですけれども、青汁を朝ね、すきっぱらにこう飲んで、こうじゅわーっとさせる、もう要するに何ていうのかな、内臓を温めるっていうところから毎日がモーニングルーティンで始まるっていう話だね。で、次に重曹クエン酸ソーダでございますよ。もうね、クエン酸はこんな感じでまだいっぱいあるんですけど、重曹ね、これ言葉が逆になっちゃってるかもしれないけど、もうこれだけだから、もう次から新たに加えてっていうところで、やっていくわけですけれども、まあこの重曹クエン酸で、まあなんていうのかな、自分自身の健康の、基礎の部分をしっかりと作っていくっていう、なんかそういうイメージがもうできたんじゃないかなって思ってます。はい、でもう一個はもうこれもう欠かせないこの塩なんですけれども、単なる塩ではないんですよね。塩化ナトリウムではなくて、はい、あれでございますよ。そう、ミネラルでございますよ。塩からミネラルが取れるっていうことは、ミネラルだから、まあ骨も強くなるしだとか、まあいろいろねちょっと調べてみてください。単なる精製だから、砂糖の話と同じ、白い砂糖を取らなくなるっていうこともそうだし、単なる塩、とかね、じゃなくて、ちゃんと海水から普通に、普通っていうのもよくわかんないと思うけど、海水からしっかりと、その、なんていうかな、地球の旨味というか、海の旨味と言いますか、それを、ちゃんと、取られた、そういう塩を使うことによって、全く違う食生活、そして全く違った健康っていうものが訪れますよね、っていうところでございますよ。そして、今回新たに出会ったっていうところ、そして新たに出会ったのが、ね、この蜂蜜とシナモンの世界でございます。なんかね、朝一緒に、これが今日来た、なんていうのかな、純粋蜂蜜っていうところで、熱を加えていない、ね、蜂蜜なんですけれども、その前に普通にOK ストアとかで売ってるような安い蜂蜜で飲んでいたんですけれども、それと今日味比べみたいな感じで、舐めてみたら全く違うものでしたと。そして、シナモンも、シナモンといえばカレー、カレーといえば SB っていうところでこうやってね出ているんだけれども、もうね、何蜂蜜シナモン生活をもうしっかりしていこうっていうところで、これはね、ゆみさんがここに、
はい、というわけで、まあね、日本全国でなんかね、感染爆発だとか、戦艦爆発だとかっていう話がありますけれども、まあ冬、そしてこれだけね、寒い、冷たい時代になっているわけで、まあね、フルインがね、蔓延するっていうわけではなくて、単なる、ゼーカーでございますよ。僕自身もね、かかっているわけですけれども、まあなんかね、喉の意外化だとか、まあいろいろね、残る中で、もう今日ね、お伝えしましたよね。蜂蜜シナモンの効果っていうのがめっちゃすごいので、それを今日ね、続けて、軽くお伝えしたいと思ってます。ほんで、ツイッターでも軽くご紹介したんですけれども、蜂蜜とシナモンは最強の組み合わせ、医者も驚きの効能っていうところで、別々で一個ずつもういいんですけれども、まあ、一挙にね、こうね、一挙っていうか、一緒に取ることによっていろいろ変わるよねっていうところで、で、ポイントはね、天然の蜂蜜、非加熱の蜂蜜っていうところで、結構ね、僕、普通のスーパーだとか探してみたんだけど、もう全くわからなくてっていうか、純粋蜂蜜と書いていれば、非加熱の蜂蜜だっていうこともあるらしいんですけれども、だからといって全部が全部そうではないというところで、結果僕は、1キロ、アマゾンで4000弱、3600いくらでゲットすることができました。まあ結構、高いなーっていうところは、そうなんだけど、実際ね、舐めてみたらもう全く別物。だから、非加熱の蜂蜜ってもう、かなりエクスペンシブなものなんだなっていう、こと。そして、単純に蜂蜜、嗜好品として舐めるだけじゃなくて、自分の健康を、つかさどってくれるものと位置づけてみれば、そのコスパっていうところが安ければいいっていうね、まあ、ほら、今時昔ながらの、そのね、中国産の、メイドインチャイナの、そういうもう意識からもう次元上昇して、やっぱり国産でちゃんと、蜂の蜜を取るっていうのは結構大変だし、だからこういう、コストといいますか価格がついてるんだなっていう、そういう、自分自身の意識を変えていくっていうこともすごく今の、時代にいいんじゃないかなっていうふうに僕自身は納得しました。はい。で、驚きの効果っていうので、まあ簡単に言えば、まあいっぱいあるわけなんで、まあ関節炎、脱毛、ね、ここが髪の毛が抜けるっていうところだとか、膀胱炎、コレステロール、風邪鼻炎、まあこうね、鼻のあたりだとか、で、胃腸不調、心臓系、免疫系、だから免疫を自分自身で上げたいっていう方は、この蜂蜜シナモンがものすごいみたいよ。ただ、安い中国産の、何にも栄養が入ってない蜂蜜っていうのは、ちょっと、それはまた違うって話みたい。で、消化不良、インフルエンザ、長寿、吹き出物、ダイエット、脂肪燃焼、むくみ、だからもう、痩せるっていうところね。で、癌、疲労、難聴、喉のあらゆるトラブル。まあ、今回の風邪で、なんか喉の意外側がすごく残るっていうのがすごくあるから、今回の、蜂蜜、シナモンっていうのがいけるわけよ。で、性欲を高めればね、こうね、こうね、昔の自分を思い出しましたみたいなね。まあそういうこともそうです。で、ストレス緩和、アンチエイジングみたいなことで。だからもう、今喋ってるだけでものすごい効果があるっていう話でございますよ。で、サイトの文章を読んだ方はもうわかると思うけれども、天然の蜂蜜に、火を加えて、要するに加熱してしまうとどうなるかって言ったら、酵素がなくなって、少量含まれている花粉とかの、こう素晴らしいものがダメになっちゃうっていうところなので、なるべく、非加熱の蜂蜜を、選ぶようにしましょう。ただしね、マヌカハニーとかあるでしょ？ニュージーランド産だとか、まあ僕もニュージーランド行ったことがあって、あっちでね、買ってきたやつを舐めていたりもするわけなんだけど、そういうね、あまりにも高価なのって、まあ、高すぎて続かないし、そしてかなり結構強いものも入ってきちゃうっていうこともあって、でどっかで聞いたことがあるかもしれないけど、高い温度で、蜂蜜を飲んでしまうと、それは自分の体に入った時に毒になってしまうっていうところもあるから、だから何高温のコーヒーと一緒に飲むとかっていうよりも合うっていう話です。
はい、そんで、非加熱の蜂蜜探すの結構大変だけど、だから、まあそういう時に、いろいろ、こう、アマゾンとかで調べてみてもいいでしょうし、で、面白かったのが、アマゾンでね、上位の方に来る商品があって、で、そのね、くるくるって、商品が届いて、後ろの方に、見てみると、なんかシールが貼ってあるんだって、それで、加熱って書いてあるんだって、それって非加熱じゃないじゃん、嘘じゃんっていうところもあるから、だから、今回の、天然蜂蜜、そして非加熱蜂蜜に関して言えば、結構ね、レビュー見てみると、あ、こうなんだなーっていうところがあって、で、僕が選んだのが、まあ、一番いいとは言わないけど、僕結構ね、ちょこちょこ見た上で、まあ僕は適当な人間だし、適当にしか見ないけれども、まあこれでいいじゃん。そして、自分自身、本日届いたやつを、蜂蜜シナモンで、やって、飲んでみたところ、結構ここら辺の意外がっていうのがかなりスーッと来たんで、まあ、なんていうかな、抗酸化なの、うん、なんか、その、やばいウイルス対策みたいなのにも、やっぱりすごくいいんじゃないかなっていうことを実感、今日一日でもできましたよと。で、これをもうとにかく毎日やっていって、まあ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月後ぐらいに、の時に、重曹クエン酸、ソーダみたいな感じで体験記としてまた新たに動画を撮ってみたいなと思っていたりするって話やね。ほんで、2021年から2022年への、何こうね、こう、僕のノートだったりするわけなんですけれども、これを変える時にですね、どうしようかなと思っていて、いつも使っていたやつからちょっと新しいのに変えようと思っていてね。うん。で、どうしたかと言ったら、押上のロフトに行って、買ってきて、そしてアレンジしましたよ。はい、はい、はい、はい。ね。なんでなんだととかね、歌いたくなるようなね、こう感じなんですけども、こうね、こうね、シンゴとかね、こうね、こういろいろね、うん、こうあったりもしてですね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今年を過ごすにあたって、まあ、1月、そして今日は2月の、3日か、節分というところもあって、あ、恵方巻き食べました。ね、僕ね、恵方巻きをこういう風に方向向いて食べるっていうね、そういうの、癖が全然ないから、普通に、巻物、何海鮮の巻物みたいな感じで、こう、食べやすいように切って、ね、みんなで食べたんですけども、あれはあれで、まあ、そこそこ美味しいですよね、というところで。だからね、まあ、今日ツイッターでもありましたけど、とにかく東京の風習として、恵方巻きを食べるっていうのがないにもかかわらず、スーパー出しすぎじゃんっていうところがあって、でもね、逆に言えば、逆に、豚の角煮、出たーっていうところで、まあ、そういうね、恵方巻きみたいな、そういう文化みたいなものをまた楽しんでみてもいいんじゃないか。まあ、ただ、2月になってまたバレンタインっていうのが来て、もうチョコなんてね、食う、50過ぎてチョコ大好きっつって、バコバコ食う人がどれだけいるのか僕はわかんないけど、僕自身はチョコレートなんて1年に1回か2回しか食わないから、チョコをもらったところは全然嬉しいわけではなくて、どちらかといえば、酒を一緒に、飲みながら、もう楽しいね、美味しい時間。まあ、できれば僕が作ってあげればすごくいいと思うんだけどっていう感じ。だから、なんかね、こう、企業の、論理で、はい、2月上書きました。皆さんチョコ食べましょうねとかっていうのってもう土の時代でも終わってるから、もう金の時代なんてピュ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 自分がこうだと思ったらっていうところだから、そこら辺は合うっていう話でございますよ。はい、というわけで、もう僕自身はもう風の時代だけではなくて、もうすっかりね、次のところに行ってしまっています。で、それは、やっぱ準備ができた、去年のうちから準備ができたっていう面で言えば、石部さんの、動画で、まあね、例えばお金っていうのはすごく自分自身過ごしていくところで、まあ黄金時代っていうね、表現もしていたかもしれないけど、まあ、こんな感じで、申し込むとこうなるんだ。そしてこういう世帯に関してはこうなるんだってね。もういちいちね、説明しませんけれども、そういうことだったり、今回の、1月の31日に墨田区に届いたっていうことも含めて、ああ、そういうことねっていうところで、だからね、しっかりと情報を追ってないとっていうところは、やっぱり忘れてはいけないように感じています。
はい、というわけで最後までご覧いただきましてありがとうございました。いかがだったでしょうか。こんな感じでつらつらとね、こう自分がお伝えできるときにこう動画撮ってお伝えしながら、毎日はまあツイッターとかで最新情報を、お届けしながら、で、フェイスブックでも、佐野美代子さんとか、ね、なんだっけ、アリスママさんだとかが、ツイートしてましたけど、まあ CNN のね、例のね、上層部が、はい、変わりましたよねっていうか、終わりましたよねっていうところだとか、まあそこがこれから日本にも、まあかなり大きな影響を与えてくるだろうっていうところで、さあ、Let's start!っていうところがあるわけだから、そういうことも、やっぱりいろんなところで、こう、ウォッチしながら、しっかりと、情報を見ながら、そして、今日の動画で、最後にお伝えしたいことは、自分が本当に、どっちの方向に愛を向けていくのかっていうのは、もうそろそろ考えておいた方がいいと思いますよ。自分自身のことしか向き合えないのか、そして自分は、どんなところに向いていくのか、そしてその愛っていうものがこれからの時代に向けてどんな風に消化していくのかっていうところね、消化っていう話でございますね。まあそんな感じでございます。もう本当最高な、2020年22年の時代になり、そして、まあ、3月ぐらいには567も終わっていくでしょうから、そこに向けて、もうしっかりと準備を、していきましょう。というわけで、土曜日、また、ちょっと面白いね、また動画が多分撮れるんじゃないかなと思うの。僕もカレー作ってくるつもりだし。だから、まあ、そういうのも、ご覧いただきながら、また楽しんでいただけたら幸いです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。面白かったら、いいね、およびチャンネル登録をよろしくお願いします。最高の2020年にしましょう。最高だぜ。おー。